ロバート・ハワード・グラブスは、アメリカ合衆国の科学者。2005年にオレフィンメタセシスの研究業績により、イブ・ショーバン、リチャード・シュロックと共に、ノーベル科学賞を受賞した。ケンタッキー州、カルバートシティに生まれる。ゲインズビルのフロリダ大学を卒業後、1968年に、ニューヨークのコロンビア大学のロナルド・ブレスローのもとで、博士号を得た。 スタンフォード大学のジェームス・コールマンの下で一年、働いた後、ミシガン州立大学に移った。1978年にカリフォルニア工科大学に移り、2005年現在、科学科の教授である。主に有機金属触媒を研究対象としており、オレフィンメタセシスに用いられるグラブス触媒の開発が、業績として著名である。他にもリビング十号の研究でも、 業績を上げている。1993年にグラブスはルテニウムをベースとした新しいオルフィンメタセシス反応のための触媒を開発に成功した。このグラブス触媒は水や酸素に安定で非常に扱いやすく、これまでの有機金属反応の常識を大きく塗り替えるものだった。グラブス触媒はその後さらに改善され市販されている。 グラブス触媒の特性は、ケトン、アルコール、エステル、アミドなど反応を起こしやすい原子団とは全く、反応せずに、最も反応しにくいとされる二重結合のみと、選択的に反応する点である。ありがとうございます。